珍しいな。お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。ち、それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんでな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。さあな、理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。なあ、いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。お前のそういう前向きなとこ、俺も見習いてえな。